1954年、長沢二郎2月2日から2010年3月23日は、日本の競泳選手、静岡県沼津市出身。静岡県立沼津東高等学校から、早稲田大学高等学院に編入し、早稲田大学卒業。総大では、水泳部に所属した。総大在学中の1952年、ヘルシンキオリンピックに出場し、 200メートル平泳ぎで6位。1954年5月にバタフライが平泳ぎから分離する形で考案され、同年6月に長沢がドルフィンキックを発明、当時の200メートルバタフライの世界新記録を更新した。同年には第4回日本スポーツ賞を受賞。引退後の1964年には第18回夏季オリンピック。 東京大会において競泳日本代表のコーチを務めた。1993年に国際水泳伝道入り。2010年3月23日、食道癌のため死去。78歳没。ABC、長沢二郎氏死去競泳のドルフィンキック公安者。共同通信社。 4 7 n e w s h t t p a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 2 9 0 5 0 7 6 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 3 0 1 0 1 0 h t m l 月18日閲覧、ありがとうございます。